あのですね、あららぎさん、はい、というのはいわば物体裏なんですよ。普通舞台の上だけ見ていればいいんです。それが現実というものです。知らなきゃ知らない方がいいことなんですよ。むしろ怪異を知ることで知らないことが増えただけのことなんですよ。そっとは随分話し込んじゃった。悪かったな、しくじ引き止めちまって。ああ、いえ、私はいつだって道に迷っているだけですよ。強いて言うなら荒垣さんの家ってこの辺だったかな。そんなことを考えながらの散歩でした。お前いなくなったりしないよね。いつも他人の突っ込みばかりを考えている荒垣さんは、そんな風に自分の突っ込みを押し付ける相手って、多分私かせいぜい忍さんくらいのものでしょうね。私はいなくなったりはしませんよ。私がどうしようもなく困っていたら、その時も助けていただいても構いませんか。助けるよ、当たり前だろ。あのですね、荒垣さん、怪異というのはいわば物体裏なんですよ。普通舞台の上だけ見ていればいいんです。それが現実というものです。知らなきゃ知らない方がいいことなんですよ。むしろ怪異を知ることで知らないことが増えただけのことなんですよ。そっとは随分話し込んじゃった。悪かったな、しくじ、一目ちまって。ああ、いいえ。